時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元のりこお休み前の本棚の時間です。夜のひと時、いかがお過ごしでしょうか。お相手は私、平熱が35度8分の秋元のりこです。36度ないんですよ。なのに、今、昼間のリビングが 三十六度あります。そして窓際にある体温計、体温計じゃない窓際の温度計は三十八度まで行きました。この間きついですね。夜になっても冷房は切ることできませんよね。くれぐれも熱中症に気をつけましょう。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン。 海の見える素敵なスタジオより音楽とトークとそして朗読を22時30分まで放送いたします。どうぞ皆様最後までお付き合いください。またご感想ありましたらぜひぜひいただけるようでしたら嬉しいです。えー、メールアドレスは 797- またこの番組は YouTube でもネット配信しています。ただ残念ながら YouTube の配信では音楽を聴くことができません。なのでもしよろしければスマホからアプリのリスラジかマイチューナラジオをダウンロードしていただいて。 そこで、えー、予約していただきますと、いつでもこのラジオ番組を楽しむことができます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様のね、ご視聴しやすい環境に合わせて、ぜひぜひ番組に参加してください。それではここで一曲。ベニーグッドマンでシングシングシング。どうぞ。お送りしております、この番組は。 秋元範子お休み前の本棚です曲はベニーグッドマンでシングシングシングでしたさてなぜこの曲をかけたのか今夜はおすすめの映画演劇本のお話をする会なんですが今日はですね私の一押し韓国映画スイングキッズを紹介したかったからですはい 2020年に劇場公開された韓国映画スイングキッズはですね、パラサイトに匹敵する傑作だと言われています。主演は K-POP グループ XO のメンバーであるディオが務めています。ディオって言ってもわからない方は、そして韓国ドラマがお好きな方には、100日のロウ君様の 主役をやった子ですというとわかるんじゃないでしょうか私も夢中になってみましたとっても可愛い顔したあの人ですよね舞台は1951年朝鮮戦争真っ只中の捕虜収容所での出来事です収容所のイメージを良くするために寄せ集めの4人のタップダンスチームが結成されましたそしてそのあの 公演をすするという話ですラストは公演まで持っていくんですがこの4人がもうさまざまな、あのー、背景を背負ってましてそこでいろんな感動的な出来事が繰り広げられますイデオロギーも人種も言語も超えてこの4人がタップダンスでお互いの絆を深めていく感動的な作品なんですねえー、見どころはですね 高天のパク・ヘスの迫力満点の歌なんです。ああ、これ本当、皆さん聴いてほしいです。もう本当に、あのー、元気が出ると思います。そしてもう一人、栄養失調であのダンサーなんですけど、キム・ミンホの独特なダンスです。このダンスも一回見たらもう忘れられないし、夢に出てくると思います。すすすごごいいダダンンススでと <laughs> とにかく歌とダンスがあの、ま 入っててと楽しいと思っていると、ラストでガラリとやられます。どんときます。そして、最後にこれは紛れもない戦争映画だったんだなってことに気づかされます。こういう観点からあの戦争を言ってるんだなって深く深く、思うことになります。さて。 そこで私がちょっとこの間も話しましたが沖縄にはまだ一度も行っていないというのはなんかどうしてもバカンスのために沖縄に行くっていう気にはなれなくてどう,どうしてもなんか沖縄の人たちになんかだから手を合わせには行くとは思いますけどやっぱり沖縄っていう文字を見るだけでちょっと胸が痛いんですけど。 あかりさん、あかりさんは沖縄で生まれて育ってるんですよね。はい、そうですねあの。どんな教育っていうか、やはり小さい時からその沖縄のことについては、うん、地上戦については習うんでしょうか？そうですね。ちょうどこの映画の紹介を秋元さんからしていただいた際に、こう、うん、戦争の教育について少しお話をしたんですが。うんうんうん その時も話したんですけれどもなんかあの小学生とかもっと小さい保育園生の時からまずは歌でこの、うん、戦争あの、うん、ちょうど戦争戦争が終わる、えっと、始まる時も始まる時は大体デイゴの季節だったのかなこのデイゴの風に乗ってこの嵐が来たっていう島唄。 ザ・ブームが歌ってる島唄もそういうはいはい、はい、わかります、うんうんはい。で沖縄にこうある「月頭の花」っていう歌はこう月頭揺れてこの花咲「花咲けば」みたいな「あの月頭が散る頃にあの若い命も散りました」みたいな歌だったと思うんですが<ー>そういう形でこう小さい時はこう戦争についての歌から入ってで小学生に上がると「 こう6月に終戦記念日があるので慰霊の日ということでもう月間を通して沖縄の地上戦について学ぶ機会があったりしますね。なので沖縄の子どもたちは多分内地の子どもたちよりも戦争について学ぶ機会が多いかもしれないですね。あのー 私の記憶ではさらっとしか習ってないですね「ひめゆりの塔」とか一応あのうんあの歴史っていうか社会で習いましたけど、うん、そんなもんじゃないんでしょうねいっぱい習んです、ね、そうですねやっぱりこうなんていうかきっときっとそうでしょうね。 こうおすすめされている映画「スウィング・キッズ」とかも多分私たちの教科書の1ページの1行ぐらいでしかこう明記されていないことだけど、うん、こうやって映画になることで、うんね、なんかあの戦争戦争があ,ありつつもやっぱり日常生活はあるわけで個人的な、うんうん、生活があってでもやっぱり戦争があるっていうことが最後突きつけられるっていうのがなんか。うん すごい私は気になるなるととと思思っってててちょっと見見みよういいまぜひください私はもう単純な人間なので、はい、あの南も北も一人ずつ代表が出てきて、うん、じゃんけんをすればいいんじゃないかって <laughs> 本当ですよもう,もうそうしたらこんな被害もするから何十万人何百万人の人死なすこともないじゃないって思うんですけどそんなことは簡単にはいかないんでしょうね、うん、でもね,でうねなんかねこうし 人の命より大事なものがあると思えないですよね。ね <laughs> 一人殺してもね、あの、うん、牢屋に入るっていうのにおかしいですね。本当ね、うん。本当ですよ。はいはい、では、あのまた、あの機械折を見ては、沖縄のことについて。 あのあかりさんからいろいろ学びたいと思ってますよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします <laughs> 拙いですが <laughs> いえいえもう本当知らないままなのでいろいろお聞きしたいですそれでは二、えー、曲目いきたいと思いますジョン・コルトレンのインナーセンチメンタルムードそして続けて小川未名作野原ですどうぞお聞きください小川未名作 ノバラ大きな国とそれよりは少し小さな国とが隣り合っていました当座その二つの国の間には何事も起こらず平和でありましたここは都から遠い国境でありますそこには両方の国から ただ一人ずつの兵隊が派遣されて国境を定めた石碑を守っていました大きな国の兵士は老人でありましたそうして小さな国の兵士は青年でありました二人は石碑の立っている右と左に番をしていました 至って寂しい山でありましたそしてまれにしかその辺を旅する人影は見られなかったのですはじめ互いに顔を知り合わない間は二人は敵か味方かというような感じがしてろくろくもも言いませんでしたけれどいつしか二人は仲良しになってしまいました 二人は他に話をする相手もなく退屈であったからであります。そして春の日は長くうららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには誰が植えたということもなく一株の野原が茂っていました。 その花には朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その快い羽音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。どれもうようかあんなにミツバチが来ていると二人は申し合わせたように起きました。 そして外へ出ると、果たして太陽は木の小杖の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いにまいりますと、顔を合わせました。いやあ、おはよう。いい天気でございますな。 本当にいい天気です。天気がいいと気持ちが精製します。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げてあたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも新しい感じを見るたびに心に与えるものです。 青年は最初将棋の歩み方を知りませんでしたけれど老人についてそれを教わりましてからこのごろはのどかな昼ごろには二人は毎日かえ合って将棋を指していました初めのうちは老人のほうがずっと強くて駒を落として指していましたがしまいには当たり前に指して 老人が任されることもありましたこの青年も老人も至っていい人々でありました二人とも正直で親切でありました二人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました いやあ、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだかしれん。と老人は言って、大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち味があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら、相手の王様を追っていました。 小鳥は小の上で面白そうに歌っていました白いバラの花からは良い香りを送ってきました冬はやはりその国にもあったのです寒くなると老人は南の方を恋しがりましたその方にはせがれや孫が住んでいました 早く暇をもらって帰りたいものだ。と老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。 青年は言いましたやがて冬が去ってまた春となりましたちょうどその頃、この2つの国は何かの利益問題から戦争を始めましたそうしますとこれまで毎日仲睦まじく暮らしていた2人は敵 味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けばあなたは出世ができる。 だから殺してください。と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして何を言われますかどうして私とあなたとは仇同士でしょう私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私は そこへ行って戦います。と青年は言い残して去ってしまいました国境にはただ一人老人だけが残されました青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました 野原の花が咲いて、蜜蜂は日が上がると、触れる頃まで群がっています。今、戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても、空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から、 青年の身の上を案じていました日はこうして経ちましたある日のことそこを旅人が通りました老人は戦争についてどうなったかと尋ねましたすると旅人は小さな国が負けて その国の兵士は皆殺しになって戦争は終わったということを告げました。老人はそんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけてうつむいていますといつか知らずうとうとと。 居眠りをしましまた。彼方から大勢の人の来る気配がしました見ると一列の軍隊でありましたそして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありましたその軍隊は極めて静粛で 声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに青年は木霊をしてバラの花を嗅いだのでありました老人は何かものを言おうとすると目が覚めましたそれは全く夢であったのです それからひとばかりしますと野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。小川未明、野原でした。いかがだったでしょうか。野原は淡々と書かれているだけに、えー、こちらに訴えるものがあるかなと思います。 夏休みにお子さんやお孫さんとぜひ読んでみてください。最後になりましたが、えー、メッセージいただいてます。届いてますよ。ありがとうございます、えー。来週の人生相談の回で読ませていただきたいと思います。さて、また1週間が始まりますね。どんな1週間にしましょうか。いいことがいっぱいありますように。 それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。